皆さんこんにちは山内大治です京都産業大学のいいところ五つ、えー、京都産業大学のいいところ五つ紹介しますねまあ私の感想ですけど一つ目天文台があるキャンパスに天文台があってですね星の観察ができるんですよまあ京都といってもだいぶ山の方にありますからまあどうでしょうね星が見れるんですね二つ目ワンキャンパス 他の大学ってどんどん規模が大きくなってあっちこっちにキャンパスがあって自分はどの学部で学ぶのかなとまあ龍谷だったら滋賀県にあったりとか立命館は大阪にもあったりしますよねでも京都産業大学は全部の学部が同じところに集まってて、まあ、他の学生と交流ができるこのワンキャンパスというのは魅力だと思います。3つ目学生寮が充実 地方の人、まあ、京都に来て下宿するんですけど、まあ、家賃も払わなきゃいけなかったりあるいはまあなかなか友達ができないというような時に京都産業大学は大学の学生寮がキャンパスの周りにいっぱいありまして、まあ、大学も近いし仲間づくりもできるということで学生寮が多いというのは魅力ですね。4つ目、就職支援が手厚い。京都産業大学は就職の熱意がすごいです。 その就職将来どういうところに行こうかっていう時にさまざまなプログラムを提供してくれるで京都は他にもいっぱい大学あるんですが是非そうすると共産大のの熱意の差が分かると思うんですね最後5つ目階段が多くて運動になる、えー、山の上の校舎なんでですね階段がいっぱいあって登ったり下りたりして山のあっちこっちの校舎をこう移動しなきゃいけないと、まあ、実際には学部ごとに1個のビルになってるんで。 そんなに普段から移動が大変だというわけじゃないんですがバスを降りてから自分の授業をやっている学部の校舎までが遠い場合は、まあ、割と階段地獄と、まあ、エスカレーターも最近は増えたんですけどねエレベーターとか、まあ、ただ大学生若いんですからぜひ階段を使って大いに運動したまえとでさらに京都産業大学駅からバスで遠いっていうのはまあみんな言っていると思います。でもエイデンのクラマ線 二軒茶屋駅から15分歩いいてください私は歩きましたあとはそうですね上賀茂神社から歩くとかですねそのをを逆手にとってて運動をしてくださいその高校まではねみんな部活とか頑張っててももう大学になったらスポーツやらなくていいやっていう人多いと思うんですよでもそれじゃ体なまっちゃうじゃないですか大丈夫京都産業大学ならいくらでも歩けます。ということで協賛のいいところ階段が多くて運動になる以上5つです。 ぜひ参考にしてください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。